レアード、エグベルトを説得したエルヴィンたちはついにレオンの待つレイガルド城内にたどり着く。そこには皇帝亡き後の帝国をまとめる若き指導者の姿があった。戦争のない平和な世界を作るためエルヴィンたちはレオンの説得を試みる。申し上げます。エルヴィンら光の勢力に城門を突破されました。またかの者たちの中にレアード様、エグベルト様両名のお姿が。報告ご苦労。そうか、二人がエルヴィンの元に渡ったか。青龍騎士団精鋭部隊に通達。城内に侵入した光の勢力と反逆者どもを撃つ。はっ。待っていたぞエルヴィン。そしてレアード、エグベルト、レオン。まだ戦おうというのか。俺たちの求めるものは同じではないのか。言うな。陛下が築き上げたこの帝国は倒れてはならぬのだ。また以前のような乱世に戻さぬためにも。レオン様、エルヴィン殿、私をレオン様のところまで行かせてください。レオン様を説得してみます。ならば私も行こう。一人より二人の方がよかろう。レアード、エグベルト、いいのか。危険だぞ。元より承知。それにレオンの胸の内を知る我らだからこそこの方法が有効になる。頼んだぞレアード、エグベルト。来るがいい。レアード、エグベルト。レオン様、我々の話を聞いてください。黙れレアード、くどいぞ。いいえ、黙りません。レオン様にベルンハルト様の二の舞を演じてほしくないのです。レオンよ、自分に素直になれ。これから選ぶ道がどれほど茨の道であろうとも、お主を我らが必ず支えてみせよう。だが私は、私はWe'll be right back.
わしにもまだまだ先がありそうじゃな。灼熱の炎で全てを飲み込め。灼熱の炎で全てを飲み込め。レオン様をお守りしろ。レオンよ、決心はついたかな。レオン様、我々を信じてください。我々はどんなことがあろうともあなたの理想とともに歩んでいきます。レアード、エグベルト。天空をめぐる星々。ひるむな、我が屍を越えてゆけ。また強くなったぞ。レオン様、これ以上持ちません。脱出を。我が敵を撃て。イメルダはまだ来ないか。あん時あんまり納得してた風には見えなかったしな。とんずらされちまったか。それじゃあレオンの説得なんてできるの？レオンって帝国内の不満勢力を抑えるためにオイラたちと戦ってるんでしょ？確かに難しいかもしれない。だがやるしかない。いや、やらなければいけないんだ。いい加減にしろ。私は陛下の作ったこの帝国を守るのだ。それがたとえ正しい道でなくとも、私にはこれしかないのだ。レオン様、どうやら無駄だったようだな。仕方あるまい。レオン、エルヴィン殿、頼みがある。なんだ？レオン様を救ってくれ。この苦しみから解放してくれ。たとえそれが死という方法であっても、誰もあなたを恨みはしないだろう。だから。分かった。
をめぐる星々よ。雷光の矢よ、地球打点。調子がいいみたいで。なあレオン、そろそろ素直になっちゃくれねえか。断る。やはり彼らの説得が必要か。レオン殿、これ以上の戦いに意味はありませんぞ。私は陛下の愛された帝国を守る。やはり彼らの説得が必要か。私も最後のようだな。レオン！ラーナか。すまぬな、お前の思いに応えてやれず。私はレオンという一人の人間であるより、帝国を預かる後人としての立場を取った。そうしなければこの帝国は内部分裂で再び戦後の世になっていたことだろう。この帝国が、この大陸が平和になるのなら、こんな個人の感情など小さなものだ。それは違うわレオン。その小さな感情が寄り合わさって一つの大きな流れになっていくのよ。平和を願う大きな流れに。平和を願う大きな流れか。エルヴィン、この帝国をお前に任せる。武力ではなく理解による統治でこの大陸に平和をもたらしてくれ。分かった、必ず平和にしてみせる。頼んだぞレオン。陛下もレオンも死んだか。もはやこの朽ち果てた体を生きながらえさせる目的は失われた。エグベルト、まだ死ぬには早いぞ。何を言う、もはや我に力などかけらも残っておらぬ。全ては陛下とレオンと共に燃え尽きたわ。しばらくの間だけであったが楽しかったぞ。レスター、お日様を大切にな。エグベルト、バカ野郎、死んじまうことはねえじゃねえか。ジェシカ様だってお前のことどんなに心配していたか。ねえエルヴィン、これでこの大陸に平和が来るんだよね。いえ、これからが大変です。武力ではなく理解による平和をもたらすのは非常に困難なことです。我々光の陣営ですら結束するまでに多大な時間を費やしています。それじゃあ。ですが無理というわけではありません。これだけ熱意を持った者が集まっているのです。時間はかかるでしょうが必ず平和が訪れるでしょう。きっと平和は訪れます。いいえ、訪れなければなりません。これまでに平和を祈って死んでいった人たちのためにも、たとえどんなに時間がかかろうとも平和な世界を作らなければならないの。これはジェシカ、ダメでした。レオンには最後まで分かってもらえず。そうですか。でもこれでしばらく帝国は混乱するでしょう。いいえ、この大陸全土が。そうですね。でもきっと平和な世界を作ってみせます。この戦いで散っていった者たちのためにも。ラングリッサー、最後の使命です。闇は光に帰り、光は闇へと帰る。ラングリッサーと共に。さらば、ラングリッサー。見て、空が晴れていく。これで平和が戻るんだね。そうよ。いいや、まだだ。
この世から争いが完全になくなったわけじゃない。そうね。すべてはこれからなのね。あ、だから俺は人間とは、はい、もはやか、そんな、いえ、じゃ、ありがとうございます。そう、未来は人が作っていくのですね。俺の剣を受けてみろ。やるときはやるんだぞ。これで終わりにしましょう。姫の邪魔はさせん。逃げようったって遅えぞ。踏み込みが足りんわ。私がやらなくてはならないの。